全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらついたスタートになりました。まず何がいきますか。10番ミレニアムマシリカ、先頭を伺います。3番ペップーザ、内から追い上げる。14番イテイテゴーゴー、方位をキープ。少し差が開いて12番スノーボールドラム、各馬1コーナーに入っていきます。内押さえて8番ムバッペ、その外16番ダンバレモモ、内から13番スカーレットキング、小走り相手7番ウインドブレイム、11番バブルチケット、この辺りが中段。9番プリンセスロード、続きまして17番ストリートヤマさん、2コーナーを抜けて向こう正面。内押さえて4番ミヤフィーチャー、続きまして5番シルバビジョン、内押さえて2番スイッチウォーター。 1000m の通過タイムは1分0秒0。外から18番リンリンシャドウ、後ろに6番サトンミスティ、内押さえて15番ずっと真夜中、最後方は1番カシツテセイメテオ。冬の東京競馬場を駆け抜けていきます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭は依然ミレニアムマシリカ、差がなく14番イケイケゴーゴー、3番レッグーザ、好位をキープ。3馬身相手12番スノーボールドラム、18頭大欅焼の向こうを通過。内押さえて8番ムバッテ、外を押さえて16番ダンバレモモ、内側13番スカーレットキング。4コーナーをカーブし直線コースに入ります。ここから最後の力比べ、横に広がり直線勝負。400を切って先頭ミレニアムマシリカ、その後イテイテゴーゴー、ミレニアムマシリカ、ミレニアムマシリカ先頭だ。 200m を通過した。ミレニアムマシリカ粘っている。スノーボールドラム追い込んでくる。ムバッテ捕らえにかかる。ムバッテまとめてかわした。ムバッテ差し切って降臨。勝ったのはムバッテ、鞍上は岩田未来騎手。ムバッテブリーダーズカップの栄冠に輝きました。スノーボールドラム、ミレニアムマシリカ、熾烈な2着争い。